公式ホームページをご覧の皆さん、こんにちは、鈴木治です。はい、今回彼の本を企画した背景なんですけども、まあ、誰しもね、使わなくなった携帯持ってると思うんですけど、僕も今スマホで昔のガラケーから何台も結構ね、意外と捨てられないんですよね。でなんかこう、その時にしか入ってない携帯番号とか、あとやっぱりこう僕のスマホも携帯にもやっぱり亡くなった人の番号が結構増えてきたりしてます。なんかそのスマホが勝手になりだすっていうか、その時にもう今この世にはいない人からなんかメールが来たりとか電話が来たりとかってなんか怖いんですけど、一見なんか面白いなと思ったんですよね。だから携帯っていろんな思い出が詰まってると思うんですよ。例えば僕、結婚の前からずっと使ってる携帯だと、昔の彼女とかそういう思い出のメールとかってやっぱ取ってあって、まあ、見ることはないですけど、でもなんかやっぱりそのスマホっていろんなものが今詰まってるなと思ったんですね。だから、そのスマホにしかない、番号から思い出の人から電話がかかってきたら面白いなっていう、なんかそのファンタジーの入り口が最初です。今回は死んでしまった彼氏からスマホに電話かかってくるって言って、うわ怖いみたいな感じなんですけど、その一人の女性がですね、なんかこう彼氏がね、こう死んでしまってからうまいこと言ってないな、一歩踏み出せないなっていう女の子が、その死んだ彼氏がスマホから出てくるっていう話なんですけども、なんかやっぱりこう、まあ、正直今回泣き恋ってキャッチコピーつけてるんですけど、なんか見に来た女性がもう思いっきり泣いてすっきりするぐらい泣ける舞台を作りたいなって、思ってます。なんかこう泣くことってこうデトックス、気持ちがすっきりすると思うんですよね。だから今回は泣き恋って、この人たちの恋を見たい、なんか思いっきり泣いて思いっきりすっきりしてほしいなって思ってます。それが今回の彼本で、泣き恋でございます。はい、まあ、いろんなね、世の中に舞台ありますけど、今回は本当にすごく泣ける大人の少女漫画のような世界観で、作りたいと思います。今を駆け上がっている役者さんばかりが出てます。約1名、僕と年が近いおじさんもいますけど、そんないぶし銀のしげさんの力も借りながら、本当に今をね、走ってる役者さんたちの力、こんな時にしか絶対できない舞台になってると思いますので、ぜひ見てください。彼本は2018年10月4日より全国7都市にて、上演いたします。ぜひお近くの劇場までお越しください。お待ちしてます。